この羽室凜という作家がですね、なかなか、いわゆる渋い作家っていうか、もう、いわゆる創作活動は、50歳から入られたということで、松本清張賞をですね、銀冠の符で取り、それから日暮の木で直木賞ですね。この日暮の木は映画化もされていたと思いますけど、その他、数々の小説を書いている人です。で、九州、福岡の人で九州を一つの、そこで、仕事をしていると。もともとは、新聞記者をされていたようです。で、その、ラジオニュースですとかですね、そういうことをしながら、本格的に小説を書いたのは、50歳になってからだというふうなことです。で、この、羽室凜は時代小説、歴史小説を、これまで書いてきたわけですが、この本の単行本は2013年に、出ているわけですが、この本が当時、自分の集大成になる作品だというふうに、どっかで述べていました。で、その高杉晋作を使っているわけですね。その高杉、本当27歳と8ヶ月でその生涯を終えた、その彼の、その本当にこう疾風怒涛が駆け抜けた人生だったと。これ52節に書き分けているわけです。で、その非常にこう霊理で非常に緻密でありながら、非常に奔放な面がある、豪胆でありながら非常に繊細であるというふうな、この人間ですね。で、その後年、伊藤博文は高杉晋作を、動けば雷電のごとく、発すれば風のごとし、衆目蓋然、かつ、あえて静止するものなし、これ我が投稿高杉君にあらずやと、表したということです。で、田中貢献という、土佐藩を脱藩して高杉の弟子になった、男がいるわけですが、この人が回顧談で維新風雲回顧録っていう本を書いていて、その中に、天才高杉晋作っていう章があります。で、その中にですね、先生のことはなさんとすりゃ断然たること寄進のごとし、称賛ある後ことを発す、ゆえにことに誤らず、その執権の高きゆえなりと書いているということです。で、だから高杉っていう人の見識っていうのは非常にこう生まれつきのものであったというふうな、そういう書き方をしています。で、この春風での春風っていう名はですね、その高杉晋作の、いわゆる意味な本名ですね。で、この本名というのはこう普段使いしないということで、あざなとしての信夫、それから通称の晋作っていうものが、使われると。で、この他源の春風、それから西行に模した東光ですね、それから変名には谷千蔵っていうふうな名前を、使っている。江戸時代の人は、いろんな名前を持ってたわけですが、で、この小説の一つの背景には、やはり幕末のその攘夷っていうのがある。で、攘夷そのものはですね、実にさまざまな形の攘夷っていうのがあるということで、歴史学者の佐々木勝という人が攘夷と国勢の移送っていう、文章を書いていますけども、その攘夷といっても、非常に狂信的なものから、開国論までですね、さまざまあったと。で、そのこれ長州で言えば、文久元年に永井歌は当時反論として、公開延暦策っていうのを携えて、京に上っていると。で、この公開延暦策はですね、安政5年の6月の日米修好通商条約を、認めて、外国との通商で国力を高めて、後
世界制覇を目指す大攘夷論というふうに言われるもので、あのこれは朝廷が主導して幕府に交易と武備、充実、いわゆる兵を強化することを実現してでするといった、公武合体の攘夷論だったということです。でこれが、この逆の小攘夷っていうふうな言い方がありますけども、これはみじん切りに見られるような外国人排斥といったもの、小攘夷というふうな言い方をしていたと。でこの頃の公武合体っていうのはですね、そのこれ今までの公儀体制、その幕府を頂点にその下に朝廷があって、底辺に各派が位置するというふうなものと違って、朝廷幕府に有藩、だから有力な藩ですね、が加わって合議する体制を公武合体として考えていたと。で長い歌は朝廷からも幕府からもですね、公武合体のための公武官の終戦を頼まれて飛び回っていたという時代があったわけです。で幕府の井伊直弼もですね、長い歌とほぼ同じ発想ですけれども、その朝廷の意向は無視できないにしても、政府幕府が自主的積極的に開国すべきだというふうに考えていたと。その対極にあったのが水戸藩主の徳川斉昭ですね。でこれは武備充実は緊急課題で同じであるけれども、その蛮夷拒絶、いわゆるその偉人を排斥するということですね、外国人を排斥すると、そういうことを実際に行って危機意識を煽ることによって、国論を統一して、国力を、の増強を図ると、そういうふうな考え方であったと。で、井伊直弼はその安政の大獄をやるわけですが、その、この斉昭ですね、水戸藩主の斉昭への牽制でもあったというふうに考えられていると。ところが、その井伊はですね、桜田門外の変で暗殺される、殺されるということによって、今度は幕府はその井伊専制体制から公武協調路線へと転換しているということになります。でこの井伊がですね、結局勅許を得ずに結んだとされる、日米修好通商条約を破棄し、その攘夷を決行する破約攘夷っていうのが浮上してくると。でこれは外国交渉でできなくては、武力に訴えてでもその条約を破棄するんだということをですね、朝廷に幕府は約束してしまうということになります。でこれによって、その今まで公武合体を阻止しようとしていった動きの尊王攘夷運動は過激化していくと。で文久2年の頃の京都は、いわゆる尊王攘夷の撃破、尊攘撃破が調了してテロの巷となっていたというふうな、そういう時代です。で尊王攘夷の中にも、そのもう一つ光明勤王というふうに言ってですね、その僧帽の活動家の中に過激なことを言い散らして自流に乗ろうとする人たちがいたと。で高杉はこれを非常に軽蔑して嫌っていたというふうな、そういう一つの図柄があります。で高杉晋作の攘夷ということで見ればですね、高杉は吉田松陰に学んで、その攘夷の薫陶を受けているわけですね。で彼は24歳の時に上海に行って2ヶ月間滞在して、当時の清国の情勢をつぶさに見た。で当時太平天国の乱のそのずっとその渦中にあるわけですが、で清国はそのイギリスなど列強の力を借りてこれを抑え込もうとしていたと。で高杉らは太平天国の乱の実情と清国の阿片戦争に敗れた原因を知ろうとして
新国の兵器とか軍備などもいろいろ調べていた。で高杉が今度は帰国する頃はですね、今度はいわゆる撃破、尊攘撃破の手をがもうすでに始まっていて、でこの頃の京都っていうのは反論をですね、早く上位に決めた長州藩と、まあ、尊攘撃破を中心とした攘夷急進派っていうのが、まあ誕生していたと。でその中のその撃破の首謀者が、草加玄瑞だというわけですね。でそれとその高杉伊藤俊介らがですね、初め金沢に向かうその外国人をですね、殺傷しようという異人斬りを、まあ、計画するんですが、藩主の、まあ、息子である貞弘から抑えられる。で、そのため、まあ、文教2年12月の12日に建設中の英国公使館焼き討ちを、まあ、実際に行うということが起こしています。で高須が長州が、まあ、早く攘夷を唱えても、まあ、朝廷と政府間の斡旋をするだけで、幕府には、まあ、その気はない。だったら長州は大割拠、この大割拠っていうのは、まあ、幕府に頼らず、まあ、自主路線で行くっていう、まあ、いうことだと思います。してその馬関下関をですね開港して、交易によって富国強兵して、後攘夷を決行するというふうな考え方を、まあ持っていたというふうに、まあ、本の中で紹介されています。じゃあ長州藩自体の攘夷というのはどういうものかっていうとですね、その長州藩の中には、まあ、保守でいわゆる幕府大事砂漠派ですね、俗論派っていうふうに言われた、無垢なし党だらがいて、今度は改革を進める正義派という、まあ、祖父正之助というふうな、まあ、2つが大きな、分かれていて、まあ、対立していたと。この俗論派正義派というふうに名付けたのは、まあ、高杉であったということでした。で下級藩士の吉田松陰らは、まあ、正義派を支持して尊攘夷を唱えていた、まあ尊攘夷を唱えていたということですね。で長い歌は保守派だが、開国論者で正義派の祖父も支持して、公開延暦策を持ってですね公務合体を解いて回っていたわけです。まあ、その中では、まあ、その正義派の中でも尊攘夷の急進派であるその、草加玄瑞らは朝廷工作、京都に出て朝廷の工作などに動いていて、その動きを抑えることはできないわけですね。で今度はまたその井野が死んだということで、この朝廷の早く上位が非常に加速されるというふうな動きになっている。で長州藩もその反論を早く上位に転換させたと。結局行き詰まった長い歌は、文久3年2月6日に自害して果てています。で朝廷にその攘夷を迫られた幕府はこの文久3年5月10日を期限としてその害を拒絶する、いわゆる攘夷を決行するということを約束するわけですね。でこの5月10日に長州藩はその関門海峡を航行する米国商船を砲撃すると。で6月にはフランス・オランダの艦船を砲撃するという挙に出るわけです。でこうした攘夷行動ですねは他藩から見ると非常に突出したものだったというふうに言われています。で会津薩摩の公武合体派はその攘夷急進派を嫌悪していた孝明天皇を動かして朝廷内の急進派を一掃する8月18日の政変というのを起こすと。でそれによって長州は京都を追われてですね、三条実美らの七卿は長州に追放された。
この政変で敗れた長州はその撃破を中心に翌元治元年にの7月に夜勤門の変を起こすわけです。それで敗れて朝敵となってしまうと。でその8月には4カ国の連合艦隊がですね長州を攻撃し長州を敗戦するわけですね。もう長州藩最大の危機となったと。でこの時にその高杉はそのシード教馬っていう名前でですね連合艦隊との講和談判に当たっているというわけです。で藩内は、撃破を抑えられなかった祖父を追い落とされて無垢なしが族らの族論派が今度は幕府に絶対恭順を誓って力を得ることになる。で祖父は今度切腹し正義派は捕らえられて処刑されるとまた逆転するわけです。でこの危機に高杉は80人を募ってですね鉱山寺決起をしそれで尊攘派の大きな流れを作り出して今度は、長州藩の俗論派を敗退させると。でそれによって